はトムです。ですね、今日はですね、今からちょっとカルマンギアの快適運転化改造をちょっとしたいと思ってて、でこれ今家のガレージにいるんですけど、ま、夜こんな感じで、ま、ちょっと走ってきたんでちょっと冷却してるんですけど、ま、こんな感じになってます。でこれ僕納車してから2週間ぐらいなんですけれども、ちょっとこれまだ慣れないなって思ったところがあって、それが何かというとミラーなんですよね。ミラーよいしょ。この車一応ミラーがですね3つついてて、サイドミラー右左と右と、であとルームミラーついてるんですけど、ミラーの傘を一般的な車と同じなんですけど、いかんせん見えづらいんですよ。見えづらいとか、一つはもうマジで、全く見えないんで、なんでこれつけたみたいな感じなんですよね。で、普段よく使うミラーといったらルームミラーだと思うんですけど、こう運転してて、だいたい視界がそうだな、こんなもんかな、こんなもんが運転してる時の視界だと思うんですけど、運転してますと、で後ろ見るときってルームミラー見るじゃないですか。あ、こんな感じかな。見えるんですよね。こういう風にしてはちょうど合ってて、だから真後ろとかは全然見えるんですよ。でもう一つ、左側に車線変更したいなってときミラー見るじゃないですか。こっち側、それで映るのこんなもんなんですよね。わかるかな、ちっちゃいし平面鏡だから、もう映すところが超狭い。あ、これ映ってるのって、なんか黒いスコップとタオルなんですけど、それ何かって言ったらあれなんですよね、後ろにあるやつ。よいしょ。非常に限られたところしか見れないんで、車線変更するときはどうするかっていうと、8割ここです。8割ここで見て、飽きてないなと思ったらここでちょっと見て、でちょっと頭を低くしてこうやって後ろをちょっと見て、で最後目視だと結構見えるんですよ。だから目視が必須ですね。じゃあ続いて右、左はこんな感じでなんとかいける、なんとかいけるって言っても結構左見づらいんですよね。右どうするかっていったら、右後ろ確認するじゃないですか。右側の車線、後ろ誰も来てないかなって思ってミラー見ますミラー見えないんですよ。見えないって、後ろが見えないとかじゃなくてミラーそのものが見えない。なんじゃこれって。じゃあミラーどこにあるのかっていうと、裏にあるんですよね、ミラーの裏にこれね、ひどいですよね。じゃあこれもっと手前にできないのかって僕思ったんですけど、これできないんですよ。なんでかっていうと、これフェンダーミラーで、実はドアミラーじゃないんですよ、フェンダーミラーなんですよ。でもう少しこう手前にやっちゃうと、このドア開いた時にドアと干渉しちゃってつけられないんですよ。なんで微妙な位置のフェンダーミラー、微妙というかもう絶妙に、もう一番最悪な位置にしてるフェンダーミラーなんですよね。もうこれ絶望ですよね。もう買う前からこっちのミラー見えないって言われてたんですよ。ちょっとそれは知ってたんですけど、言うてこう駐車するときとかこう顔やったらいいのかなと思ったら、もうそんな甘いですね、マジで見えないですじゃあここでどうするのかというと、一つここのミラーをワイド化したいんですよね。そうしたら結構ここだけで結構いろいろ見えるようになるんで、一番それが楽だと思うんですけど、まだちょっといい品物が見つかってないです。じゃあ続いて何ができるかっていうと、こっちですね、こっちのミラーに平面鏡じゃなくて端っこに球面ガラスをつけようかなということになりました。それで昨日の夜ポチりまして、ようやく届いたんで早速つけてみたいと思います。夜な夜なやる作業じゃないと思うんですけど、見づらいんで、これじゃないですよね、これは付属品なんですけど、これがミラーですね。あ、いいじゃん、結構ワイドに映りますね。さて
これをちょっと位置合わせしたいと思うんですけど、どうかな、こう見た時に、あ、でもいいじゃん、大きさいいじゃん、よいしょ、あ、どうでしょう、結構いい、結構いい、思ったよりどうですか、めっちゃ見える、あ、これいいな、これ絶対買った方がいいですね。四角に入るところもカバーしたいからこっちの方がいいかな、どうでしょう、どうでしょう、これならボディも映って、ああいいんじゃないですかね、中心、あ、下の方がいいかな、下にすると下も見えるんで駐車するとき楽になりますね。これをルームミラーとかワイドにするとどうなんでしょうね、結構やっぱ見えるようになるのかな、うーん、上下ワイドにする必要ないですかね、上下もワイドだと逆にねちょっとちっちゃすぎちゃうんで、ね、これだけだとちょっとちっちゃすぎちゃうんで、ね、あ、ダメですね、だからまあまあこのルームミラーはルームミラー用のなんかいい方法を探す方がいいかなと思いますね。さて着きましたよ、どんな感じかっていうとこんな感じです、運転席の位置から見るとこんな感じ、完璧じゃないですか。で、例えば手を真横のここら辺に出してみようと思います。今出してます。これ映るのかっていうと、映ってるんですね。完璧、これ、あの、ね、四角に入る位置なんですけど、四角のところも全部これカバーできます。これはなかなか優れるんですね。駐車乗り方結構つけた方がいいんじゃないですかね。ね、安全に運、ね、快適に運転するためにはね、やっぱりリラックスしてストレスなく運転するのが大事だと思うんで、そのためにね、こういう安全確認が簡単にできる装備っていうのが必要ですよね。もう向こうはどうしよう、取ってきましょうかね。あんな見えっこないですからね。どうしようかな。一応駐車場を止めるときにこうね、身を乗り出せば。あっちの端っこは見えるから、まあ、貼っときましょう。無事、貼り終えました。貼ったんだけどね、ちょっと微妙かな。こう、身を乗り出せるのはここら辺なんですけど、これ何が映ってるって、ね、微妙にね、これ下まで映ってないんですよね。もうちょっとこれ下の方が良かったかな。なんか適当に やりすぎた感じもするんですけど。まあでもちょっと下に映したとて多分地面は映んないでしょう。まあこれ気休めですね。まあどうせこんな、こんなんですから。なんで駐車は頑張るですね。新調したのがこれですね。まあ発煙筒ですね。まあ、発煙筒ってね、載せてないとダメですからね、合法的に。発煙筒ね、で、抜きますか、こう、常時点灯で、で、もう一回やれば、これ、ライトにもなるんですよね。だから非常時以外にも、いろんな時に使えるんで、結構いいかなと思います。よし、まあね、発煙筒とかはね、やっぱりすぐ使えるようにどういう風にして使うのかなっていう確認は大事だと思いますのでね、皆さんもね、ぜひ車乗る前にもう入ってると思いますけど、使い方とかをちょっと復習してみたらいいんじゃないかなと思います。あとはね、ちょっと消火器とかね買いたいんですけど、ちょっと消火器高いんですよね。なんでちょっとまた別の機会に順次揃えていこうかなと思います。
さて早速届きました。これがですね、買ったフランスの老舗名門のランプメーカーシビエですね。シビエのハロゲンシールドビームになります。ハロゲンシールドビームって何かというと、あのシールドビームの、あの企画でハロゲンランプにするコンバージョンキットみたいな、そんなものですね。でシビエっていうその名門メーカーっていうのはもう存在しなくてですね、まあ一番全盛期だったのはいつでしょう、60、70年代だと思うんですけれども、まあシールドビームっていうのがなくなって、まあ、その後なんだろうな、マーシャルとか買収してたりしてたんですけど、最終的に今はあのバレオグループの一ブランドとして、まあ、バレオに買収されて、いるという感じですね。はい、開けるとこんな感じにですねなってます。でこれ H4 ハロゲンバルブが入ってたんですけども、ちょっと自分あの先走ってあの LED 入るかどうかやったんで、もうちょっと LED のバルブに なってます。ここの差し込み口は H4 の規格で、まあそのシールドビームと同じですね、そういう規格になってます。でこれがポジション級ですね。で自分のカルボンギアはこのポジション級っていうのはいらないんで、まあ後で取ってここを、まあ、テープで塞いどこうかなというふうに思います。でこれがヒントかな、あった、これバレオって書いてあるんですね。バレオがそのシビエブランドで出してくれてるという感じですね。でシビエのレンズといったらこの球面レンズらしいんですね。この球面レンズが欲しくてシビエ一択で選びました。ちなみにこれが外した状態のシールドビームと、コイト製のねシールドビームと、あとこっちが、今回買ったシビエのハロゲンシールドビームです。若干ねやっぱりその各社の特色の出るところであるレンズが違いますよね。ちなみにですね、つけた LED バルブはこちらになります。LED バルブって言っても真っ白なやつは嫌なんで、ハロゲン色いつも使ってるんですけれども、これがスーパーリーでいいのかなっていう会社のやつで、多分日本製なのかな、日本製が作られた去年ちょっと分かんないんですけど、メーカーとしては日本なんじゃないかなと思います。まあ、結構丁寧ですよね、こういう、まあ、注意事項というかね書いてあって。
Nobody else is there to wanna